共同東京のホームページをご覧の皆さん、こんにちは。中川明憲です。9月18日日曜日に東京国際フォーラムホール C で中川明憲コンサートアイシングクリスタルを行います。こんな感じでチラシもあるんですけども、自分の顔を見るとちょっとびっくりしますね。この時は髪が長かったです。はい、今年3月に11年ぶりのスタジオアルバムディケードというのを発売しました。そして、音楽を通してデビューをして、そしてミュージカルというミュージカルを通して、ミュージカルというミュージカルじゃない、モーツァルトというミュージカルを通してミュージカルという世界にもまた一歩足を踏み入れて、そして今年15年目ということで、16年目に入ったわけですけども、15周年を迎えることができました。そしていろいろと自分自身が経験してきたことを一つ一つがですね、歌やエンターテインメント、人の心に届く、そういうなんか時間というものをですね、自分自身がやってきてよかったなって思える、そういうことを実感できるのが僕にとってコンサートであったりもします。このコンサート、クリスタルタイトルを掲げてるんですけども、クリスタルコンっていって、15年目を象徴する、皆さんと一緒に歩んできた15年がこのコンサートの中にまず一つ、あるということを表現したくてクリスタルというタイトルにしています。そしてミュージカルや、アルバム、いろんな入り口から中川憲憲のことを知ってくださったお客様、ファンの皆さんにも楽しんでいただける、そして中川憲憲ってこういう人なんだっていうことが、15年オールタイムベストというふうに銘打っているので、この15年がギュッと凝縮したそんなコンサートになるように今心を準備しています。どうぞ皆さん劇場に足を運んでください。スタンディングもありです。手拍子もありです。一緒に歌いましょう。そして一緒に楽しみましょう。忘れられないコンサートにしたいと思ってます。ホールで待ってます。